こんにちは、韓国フィーカーチュニマーデイです。はい、今日は医師チャジョンスク完走しましたレビューをしたいと思います。はい、わー面白かった。面白かったよね。うん、まあ、1、2話レビューやって、はい、まあ、途中本当私レビュー1回したかったよね。いや、まあまあな、すごい面白くなってきてるし、面白かったし、うんうん、でも最後までもう見てしまってからのレビューになるんだけど、うん、はい、かなり面白くて、なんか韓国でもやっぱりすごい視聴率も良くて、キムサブを揺るがしてるぐらいの影響力らしいよ。キムサブ3を。ああ、まあな、うん。結構さ、やっぱ韓国の国民さ、オムジョンホさん好きなんやろうなと思う。ああ、まあな、うん。まあ、イケイケやったからな、彼女が。昔な。いや、だけど、うん、まあ、このチャジョンスク見て、うんうん、オムジョンホさん、まあ、いい感じで女優、うんうん、まあ、もともと女優やけど、こうなんか年齢重ねた女優に転身したなっていう感じはすごいあるわ、うんうん、おばちゃん女優というか、だから私たちのブルースの時はさ、ちょっとぶっ飛んでる弾けすぎてる役やったからさ、まあまあまあ、余計にちょっとうんってなったんやけど、今回1、うん、2話でこう感じてた違和感、はい、いろいろね、はい、あったけど、うん、前に多分ライブ配信の時も言ったと思うけど、はい、気にならなくなってきてる。あ、結構ドラマの内容と、うん、彼女の役のご心情、はいはい、ただな、うん、年齢的なものはあれでちょっと41はきついかなって私思いましたけどね。40か41なんかお誕生日のシーンやった時に、はい、うん、40歳には、うん、まあまあでも、うん、ね、うん、まあまあ綺麗な人よ、うん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 、あの女優さんやからね、はい、はい、だから何が面白かったっていうのは、うん、女性が専業主婦からどんどん成長していってさ、まあ、もともとほら、うん、能力のある人やからさ、はいはい、家事も完璧にこなしてたんやし、そう、あの医学部入った頭もいいし、うんうん、だけど女の人ってさ、やっぱり結婚と出産で一旦こうキャリアがぶちって崩れてしまうやんか、うんうんうん、それうまいことああやってどんどんまた第二の人生みたいな感じで、うん、こう社会にね貢献して役立っていくっていうところもすごい面白かったし、うん、であの家庭のぐちゃぐちゃさもさ、展開早いし、うん、もうなんかいろいろリアルやったやん。そうなんよ、うん、だから専業主婦を何年も続けてきてさ、うん、まあ、20年近く続けてきてて、うん、そこから病気をきっかけにさ、はい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 、やっぱりもう一回やり直したいっていうところへ、うん、旦那のな、うん、不倫が発覚するわけやんか、うん、不倫やけどさ、ただの不倫ちゃうやん、子供まであったからな、そう、あれは相当きついと思うわ、きつかったな、うん、だからそういうのもさ、うん、結構下手くそやん、こう表現の仕方が、うん、こう途中からやっぱりイノにはジョンスクへの思いがあるんやなってことはすごい伝わるんやけど、うん、それの表現の仕方がな、そうよ、ね、やっぱりちょっと下手くそすぎたし、まあ、表現したとて、はい、あそこまでやらかしてしまうと、はい、ちょっとジョンスク的にはまあそれは許されへんわなっていう感じ、うん、そうやな、うん、私はどっちかっていうと、ほらこう今までこうダメンズウォーカー的なところもあったから、まあ、許してもいいんじゃないかって気持ちになったりもするんやけど、イノのことを、はいはいはい、けどまあ無理やわなっていう、うんうん、私もあれも最後許すんか許さへんかのところで、うん、こうグラグラってなってたっていうか、うんうんうん、まあ、見てる方は分からへんかったけど、うんうんうん、あれ許さんといてほしいなって私はちょっと思ってもみたいな、ただ今の気持ちは伝わってきたかな。そう、うん、まあ、子供はかわいそうやけど、うん、もう成人してるしさ、まあね、まあ、下の子は高校生やったけどな、うんうんうん、私実は、うん、ジョンスクとイノの長男が結構すごいよね、ジョンミンな、かわいいな、あやの子かわいかった、ジョンミン、なんか私な、ちょこちょこドラマで彼を見るんよ、はいはいはい、ぽやんとした顔やのに、うん、いや、イケメンやで、いや、イケメンなのに、うん、そこにちょっとぽやんってしたなんか癒し系が入ってる感じ、ちょっと癒し、ゆるキャラっぽい感じが、あの彼が私結構好きで、いや、私もな、今回初めてやけど、うんうんうん、なんかかっこいいなと思ったし、うんうんうん、でほら彼女もさ、はい、できる医者でべっぴんさんやったやんか、うんうん、あのきつい感じがそう、はいはい、ドSな感じやったけど、うんうんうん、だけどすごくいいカップルやなと思ったし、うんうん、でもチャジョンスクがお母さんやって、はいはい、分かってからもの気遣いも良かったやん、そうなんよ、ジョンスクへのな、そう、あのオープンカーに乗せてあげてさ、うこう気分むさばらしみたいなさしたりとかさ、なんかこうお母さんやからってな急にごますってへりくだるよりは、うん、ああいう感じのフォローがなんか今風でいいなと思った、確かにあんな嫁、そうよ、ロイにもな、あ、そうや、ロイにもアドバイスすって行くなら今ですよほんまやな、なかなか彼女なかなかいい、そう、頭いいしって感じで、あれだよね、うん、だから最後一緒にほら奉仕活動行ったりとかしてさ、うん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 、いい嫁やなって思いましたよ。
ね、うん、うん、せやけどスンヒのさ娘も大概えげつなかったな。まあな、まあそれだけ、うん、寂しいし、うん、お母さんのこと思ってたっていう、そう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 、一人で苦労させてみたいなな、うん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 、それはあったけど、うん、いやだからもういろんなことを織り交ざってて、うんうん、なんかすごく現代的というか、うんうん、だけどそう、ね、うん、でもチャジョンスク本当に最後はもう生きがいのある仕事というかさ、うんうん、見つけられて、せやな、屋上っていうか、うん、ビルの上でさ、うん、産地を作りながらさ、あ、そう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 、なんか体 の、うん、の健康にいい、そう、こうサラダを提供するレストランを経営しながら、うんうん、お医者さんとしてね、うんうんうん、話題になるという、うん、いやいいと思いますよ。そうね、よかったよかった、うんうん、途中途中さ外科長とさ家庭学長なの喧嘩とかあれとかも結構積もったよ私私もそう、そこにそうイノとロイが、うん、あの、はいはい、感情それぞれに移入してもうそこもぐちゃぐちゃになってもうぐわーって喧嘩するシーンとか、そうなんよ、めちゃめちゃおもろかった。やっぱキム・ビョンチョルはめちゃくちゃ悪役もできるねんけど、うん、ちょっとやっぱこうコメディー、そうやね、うん、ヒールの入ったコメディーがやっぱり似合うなっていう、はい、そう、顔独特やもんな、うん、キム・ビョンチョルさん私今回なんかちょっと面白いなと思ってしまった。そうやろ、めちゃくちゃいい俳優さん、うん、私は好きなの、うん、個性派よね。そうなの、私はやっぱりこれ見てさらにキム・ビョンチョルが好きになったわ。うん、私もなんか結構いい俳優やなって。そうそうそう、だからツイッター、そうやね、ツイッターでもオム・ジョンファさんとキム・ビョンチョルさんが苦手やったけど、うん、このドラマで変わったっていうツイートをなんか見かけたわ。あ、それは私もあるかもしれない、うん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 、だからやっぱり役柄とかさ、うん、ストーリーですごいなんかあの影響されちゃうよね。そうやね、その俳優さんのね、はいはいはい、あとロイ・キム先生もすごく良かったわ。そう、ね、ずっと、うん、あの、ああやってチャジョンスクのことを支えてくれてて、うんうん、やっぱり精神的に支えてくれる人がいなかったら人間ってね、そうだね、うん、結構きついと思うから、うんうんうん、もうすごい楽しかったチャジョンスク、うん、ロイ先生もアメリカに養子に出されて、そのオリジンにな辿っていってさ見つかるわけやんか、うん、それもあれも結構えげつない展開やったな。でもあれだ、まあ、ほんま泣きにしもあらず で、うん、で割と韓国って、うん、あのアメリカに養子に行かされた人とか結構おるから、うんうん、まあ韓国に限らず中国とかも結構、ね、うんうんうん、多かったりとかするんだけど、いやまあそんな感じでさ、うん、自分のルーツとかそういうのって結構ねやっぱり大事になって思いました。そうやね、うん、はい、はい、ということでチャジョンスクさんね面白かったので、まだ見ていない人は見てもいいと思います。はい、それではこれからも韓国ドラマや映画のレビューをたくさんやっていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いいたします。 SNS の方も開設しておりますので、そちらのフォローもよろしければお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではアンニョン。